ラジオはいいな。お前がそれ知ってどうなる？と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手は出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ。恩に着る。ふん。桐生さん、処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花は。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何とも修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ、担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。
いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです。花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。どこを狙うかが起動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。